日本福島県藍津若松市上東町上東町は、福島県藍津若松市の町。郵便番号は965-0807。福島県立博物館藍津若松市市街地の中部に位置しており、若松城東側を町域とする。福島県立博物館、藍津風河堂、藍津若松市立図書館、藍津若松市文化センター、鶴ヶ城体育館。 藍津陸上競技場などの様々な公共施設なども町内に存在している。町名は前述のように若松城の東に位置することによる。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川、瀬せなぎ川などやその支流により形成された。 戦場地上に発達した合津若松市の中心市街地を形作る。東は宝町、花見が丘、西は大手町、城南町、南町、南は天神町、北は城前に接する。現在の若松城南北町期から室町期にかけて、現在の城東町周辺には小高木村があった。小高木村は合津郡に属しており、 町並みが形成されていたほか、1461年には、大化があったとされている。1384年、小田垣に、足名直盛が、東、黒川間を築いた。これが後に、黒川城、小田垣城と言われるようになる。その後、伊達正宗の入城を経て、賀茂氏里により、黒川が若松と改められ、1593年には、 城の改築を始めた。これによって完成したのが天守閣、前出し、矢倉などを備える城で、この際に内外の閣も作られた。また、1640年、加藤明成は、城の手を北にしたほか、天守閣を五層に改めた。江戸時代、現在の城東町付近には、小田垣、天寧寺町、南町、南町分戦国町分などがあった。 このうち、小田垣は内小田垣とも呼ばれ、若松城河閣内の東部に位置し、東西二条、南北二条の通りからなっていた。この町名は前述の正高木村に由来し、閣外との間には、小田垣口が設けられていた。その他、足軽が休日を習うための的場もあっとされている。1868年9月22日、母親戦争の戦いの結果、 若松城は開城する。また、この際に小田垣など周辺は大きな被害を受け、ほぼ消失する。明治時代に入ると、民政取締所、民政局による統治を経て、1870年に若松県が置かれたほか、江戸時代からの若松城下の町は再編され、本町、米大、小田垣、王道、権現下閣に加えて、小田町、 半米町のそれぞれ一部が合わさり、若松栄町となった。栄町の町名は、母親戦争により、周辺の地域が大きな被害を受けたため、以後栄えることを願いつけられたものされている。また、若松県庁が城内に置かれていた時期があったほか、1875年、新政府の方針により若松城は取り壊されている。加えて、天寧寺町は、 若松天寧寺町、南町は若松南町の町名となったほか、南町分と戦国町分の一部は年貢町村を経て、1889年に若松町内の年貢町と門田村の一部となる。その後、1877年に旧来の福島県、岩前県、若松県が合併されて福島県となったことから、 若松県は廃止されたほか、1889年に町村制の施行により、旧来の若松城下の町はそれぞれ若松町内の町名となる。1889年合わせて若松栄町などは栄町など、若松の干渉がない町名となり、1899年には若松町の市政施行により、若松市の町名となる。 1955年、当時の若松市と、高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併、合津若松市となったことから、以後栄町は、同市の町名となる。その後、1960年代に、合津若松市の住居表示が実施され、現在の上東町周辺も、対象となる。そして、 1965年、栄町、天寧寺町、南町、年貢町のそれぞれ一部により上等町が誕生する。その後、1986年、福島県立の総合博物館として、福島県立博物館が開館するなど、様々な公共施設などが等町内に建設されている。2017年8月1日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。町域北側を通る会津若松市道などで、会津乗り合い自動車によるバスが運行されているほか、観光向けのバスとして運行されている。ハイカラん、赤部、エも城東町北側の会津若松市道を経由している。路線バス等の系統合図風画道、ありがとうございます。